live and let die。 さあ、勝負戦、惜しくも坊ちゃんは4連覇ならず。ならずこのダブルマイク結構無理があると思うよ。あの一つのマイクでダブルマイクって、ダブルマイクじゃないからただの BL マイクね。あー、実況失礼。さあ、スーピー側は坊ちゃん、ワンピー側はさあ RCK、 そしてキャミーが攻めて、さあ、あとちょっと安かったが、さあ投げる、投げて、これはさあ強敬強敬強敬振り回して、さあ前方は坊ちゃんが取っていく。さあそしてこの BGM は、さあこの BGM は1/2。あ、すいません。さあもうリップランバと上位常連のこの2人、今回は RCK が勝って総合戦でリベンジなるか。さあしかしこれはそうですね、この怒り状態をまずさばかないと。さあ、アップちょっと早かった。さあ RCK はさばけるか。さあ強パンタイク、さあ強春風で画面端から逃げたけどちょっとやりすぎた。さあ暴れを読んでキャノンスパイクを放すが、ここはガード、さあ正面見えなかった。そしてここはピドラで割り込む。さあ坊ちゃんがいい状況で、大将ベガですね、今ちょっとベガのよキャラ名忘れた。さあ大将ちょっとこれは RCK きついか。そして坊ちゃんはシュートがいつもと違う、サガットが大将。これはいわゆる通称 RCK シフトですね。いやまあわかんないですけど。さあこれでブランカ対ベガ、そして坊ちゃんはブランカの色を変えたっぽい。自称人のキャラの色は見ている全士の僕が言うから間違いない。大体の人の色は全部言えます。さあこの画面してるか。さあここは美味しい、さあ美味しい、さあ割れて中盤に、さあこれは見てください、この限界終了。そうだ。さあ喋るとしたところひずみが邪魔をする、これがダブルマイク。あ、そういえばあの関係ないですけど、つい昨日ですけど、あの茨城 VIP の方にあの動画見てますっていうわざわざ言いに来てくれた人がいてありがとうございます。ちゃんと今回も配信するんで。さあ投げて、さあこれは、さあおそらくサプライズフォワードで裏に回ってダイレクトを出して裏に回ってからのめくり当てというネタをやろうとしたが出なかったというか、まずあの入力時代結構むずいと思うんですけど。さあそしてこのゲージ発動はどうなんでしょうか。あり、これは出しといて良かったシーンなのか、温存された方が良かったシーンなのか、神のみぞ知る。何も思いつかなかった。さあ大将下がっとベガ、さあ差し返す、こういうところでダメージを取る。そしてベガは前に出ないともうゲージを貯めれない状況、逃げてもゲージは貯まるけど、さあこれはもうあとはこっちで一発当てて総合戦、まず一本目は坊ちゃん。さあ総合戦2本目も坊ちゃんは順番を、さっきの順番をこのまま最後に通すでしょうか。さあこれがラストになるのか、総合戦2本目、前方ブランカキャミー、もう関西では見飽きたこの組み合わせ。さあ強敬、さあ全キャンがなくても通常技だけで A ブランカに戦えるこのキャラ、さあ固めて固めて、立ち台キックに全キャンがかかる、そんな時代になった。さあこれはまたしても先ほどと同じ状態、坊ちゃんがかなり美味しい状況でしっかり上を見ている、空爆されても無敵で潰せると。でここで RCK はベガを中堅にシフト、さあ投げてからの投げて、さあここは下がって中堅、さあさあベガのステップは下段攻撃を抜けれる、さあ発動。さあしかしベガもここで
にすると怖いが、さあしっかり落ち着いてバコンぶっ放しを読んで一瞬待ってからガワクラって感じですね。さあ最後リバーシャウトブレーカー出したんだけど、相手の中継こすりが2フレほど早かった。あ、3フレぐらいですかね。もう6フレとかこするってレベルじゃねえぞ。さあ中堅ブランカ対ベガ、坊ちゃんの後ろでは屋根さんが試合を見守る。割と遠い3キャラぐらいですかね、3人分ぐらい離れた位置で。さあ坂本さんが後ろを通るときに路地裏路地裏と大事なことなので2回言う。これを聞いて分かるのは関東勢だけ。さあとか言ってる間にさあバリコンスタート、これはちょうど切りますね。ねえ、もう何百回と食らったんで体が覚えてますよ。体は正直なんで。あれ何その顔。さあ大将は下がって、ちょっと体は正直だね。さあディップの外は雨が降っている。アッパーかーしっかり決めて、おっとキツネさんの口からおーっと思わず声が漏れてしまった。恥ずかしい。今まで散々我慢してきたのにここで甘い声が漏れてしまった。そして坂本ちゃんじゃない、坊ちゃんのさあチャンス流れで普通に間違えた。ゲージがむずい。あー引かかしてしまうか。おっと投げて、あーなんとか命をつないだ。みんな今同じ声出しましたね。はいはい、安心するね、なんか。いやそんな面白いこと言ってないけど。さあ大将で桜対桜対サガッと桜のレシオは1。しかしこれこのくるくる回るのがきつい。噛み合えば死ぬが、さあこう上に入れながらどうにかしてさばく。さあ今のはきっと確認できなかったのか、それともゲージを見たのか。さあ見ている、あいい反応。どこ見てんの、マジでうまい。さあ噛み合った、しかしここは下がるしかない。さあ下手を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 、さあ置いて置いて置いて、さあ怒る、さあ上に入れて、さあどうなる、この熱い泉うるさい、泉うるさい、さあどうなる、さあこれはレイドが出なかった。さあレイド入れたんだけど出なかったといった感じで、さあ称号戦は3回目。さあ意味もなくゲージも耐える